ちは、森です。本日2月19日、インスピ男子中級シングルスの日であります。ちょっとですね、あんまり調子が良くない感じで、体が重いなーっていう感じなんで、正直よしやるぞっていう風に、なかなか今日はならないかな。まあいつもそんな感じですけどもね。できるだけ、そうですね、やっぱり今までの反省を生かしてというわけじゃないんですけども、ちょっと短くなって前に出れる時にはもうミスを恐れずというか、勝ちにこだわらず、ちょっと前にどんどん出てやってみようかなっていうふうに思います。はい、それでは
いっぱいっていう形で、得失点差でなんと決勝進出。失敗もありますし、十分ではないんですけども、でもね、結構それでちょっと思い描いたプレーができたりしたのがあったので、結構今日は良かったなと思いました。はい、やっぱりあとは課題は、まあ、負けちゃった主な範囲理由としてはやっぱり今日はミスラリー繋いでミスが、多かったかな。どっちかというとアウトのミスが多かったですかね。やっぱり打つの前向いちゃってポヨーンとなんか、そういったミスですとか、サーブもすごくちょっとね、いいサーブも結構打てたんですけども、いやーダブルフォルトちょっと連発してしまう感じだったりするので、もう少し、そうね、セカンドサーブとかなんですかね、ちゃんと確率のいいやつ打てるように練習するですとか、あとはまあしっかりラリーとかでもつなげられるようにっていうのをが課題かなって思いました。まあまあ負けてはしまったんですけども、ちょっとって答えを感じたので、はい、まあ、自分の中でですけどもね、良かったかなと思います。来週、再来週、来月も、ちょっと2回エントリーしてますので、はい、優勝を目指してますけども、それにこだわらず、